クリスティーナ・ハマーは、カザフスタン・アクモラ州のボドリンカ出身のドイツの女子、プロボクサーである。アマチュア時代の2007年、ドイツジュニア選手権で優勝。2008年のドイツ選手権では、準優勝。アマチュア戦績22勝1敗。2009年9月12日、プロデビューし2回以降を収めた。2010年10月23日、テレサ・ペロッチと、 WBO 女子世界ミドル級初代王座を争い、判定で王座獲得。ドイツ女子ボクシング史上最年少となる20歳で世界チャンピオンとなった。2011年2月18日、ダイアナキスと WBF 女子世界ミドル級王座決定戦を行い、7回2分、キスの危険により王座を獲得した。2013年5月4日、 ジータ・ザティコの持つ WBF 女子世界、スーパーミドル級王座と新設された、WBO 女子同王座をかけ対戦し、3から0の判定勝ちを収め WBF 王座の2階級制覇に、成功、WBO 王座の2階級制覇にも成功した。2014年7月26日、アン・ソフィー・マシスの持つ WBF 女子世界、スーパーミドル級王座と空位の、 WBO 同王座をかけ対戦し、5回25秒無効試合となり WBFWBO 両王座への帰り先に失敗した。2018年6月22日、アメリカのデトロイトにて、クラレッサ・シールズ対ハンナ・ガブリエルの前座でトリー・ネルソンと対戦し、10回判定勝ちを収め WBC 並びに WBO 女子世界ミドル級王座の防衛に成功した。 試合後リングに登ってシールズと乱闘寸前の激しい言い争いを繰り広げた。2019年2月9日、エリン・シクマッシュビリーとノンタイトルで対戦し2回 TK を勝利。2019年4月13日、因縁のクラレッサ、シールズ相手に自身の持つ WBO ミドル級と相手の持つ WBA、WBC、IBF の4冠統一戦を決行するが、 10回判定で、初黒星を喫し WBO 王座から陥落した。ありがとうございます。